早速でございます。はい、ね、今日はね、鼻綿棒ってさ、鼻にやるんだけど、鼻綿棒のこの棒がなかったら困るよね。ということで今日はね、何、喉綿棒でやだ、鼻綿棒をやってみようか。分からん、できるかもしれない。これやってみても分からんけどね、喉綿棒太いんですよ。ちょっと持ってきてみよう。いやだ、いやだよ、私今日やだよ、いやだ、やだ、やだ。で、こちらが鼻綿棒で、こちらが喉綿棒となっております。だいぶ違う気はするね。ねえ、やめて。倍とかっていうか、まあ太さは分からんのかな。どう？なんか全然似て非なるもんですね。これやってみようか。やってみようかじゃない。入る、そもそもこれ鼻に。あ、そうだね。そう、まあ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 、けど挑戦はしてみないとね。うん、何事もやってみよう。うん、まずは抵抗感や、なんて言うんでしょうか、こうするとどれぐらいの感じかっていうのをまず掴んだんです。まずは鼻綿棒、これともう比べますからね。ちょっとやばい。え、毎回やってますから。忘れちゃった。どなたかな、鼻綿棒。毎回やってるから。ちょっと掴まないで、これでいけますよ。まずはスーッとね、さっとね、これメインじゃありませんから、ね、いくよ。ねえ、優しく、ほら優しくやりますね、スーッとね、いくよ。待って、分かったから。待って、分かったから。あ、よし絶対に、うん、ここはまだその、ふざけるとこじゃないんで、うん、まあ、そこでもふざけませんけど。いくわよ。痛いもん。全然負けるでしょうか。もう拒否反応してるわ。そうね、うん、逃げてるもんね、体が。目が怖いですけど。笑顔でリラックス。怖いって言えば、目が怖い。いくよ。あ、まあ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 、これとまあ比べますか、一応。うん、でででででで、痛いな、もうこれね、行ってみましょう。はい。先生もやるからね。無理じゃん。まだもうちょっとだけやってみよう。ただ無理やり押し込んだりはしません。絶対。解散活動優しくやるから、ぶつかったところでちゃんと止めますね。あ、いいよ。右にします。はい、はい、じゃじゃん。もう急ぎよいね。あれ、男らしくない。ちょ
ょっと待って、バレだよ。やだちゃんと入れない。これダメだよ、これ。これ喉綿棒じゃないの。でもいつも言い出しって大体先生だからね。見て。これはもう入るとか入らんとかじゃないじゃないですか。怖いね。怖い。怖いね。よく頑張ったねさっきね。大抵ね、私結構頑張ってるよ。はあ！まだだね。はあ！ちなみにまだこの綿棒の話、いや、ね、うん、結果はジン、喉綿棒で鼻綿棒の代わりは無理。無理先生のひかチャンネルでは医療的な疑問にお答えしたり、いろんなことにチャレンジをしています。チャンネル登録、いいねお願いします。あと、いろいろなサブチャンネルを概要欄の方に貼ってますので、チェックしてみてください。それでは、だんだーん。